緊急物資搬送用ドローンです。この緊急物資搬送用ドローンの最大的機関量は30キログラム。工事間は適材量により異なりますが、約15分から20分ほどということを目的にしています。災害時にはヘリポートがない孤立地域や天候による機械不良などで航空機